カクテルを調合するバーテンダーバーテンダーはバーやパブ等のカウンター席が設置された酒場でカクテルビールワインなどのアルコール飲料を提供し飲酒する客をもてなす人物を指す。一方、酒場での飲酒文化がアメリカより古いヨーロッパではバーマンの故障が一般的でその他バーキーパー、バーキープなどの故障も用いられる。女性の場合はバーメイドとも呼ばれる。 フレアバーテンディングを行うバーテンダーをフレアバーテンダーと呼ぶ。一説には1830年代のアメリカで生まれたバートテンダーの合成語が定着したとも言われている。日本では主にシェーカー等でカクテルの調合をする人物を指す場合が多い。なお多くの辞書にも載っているバーテンという略称についてこれをバーと定食につかずブラブラしている人を意味する。 風天とを組み合わせた差別的造語とする説が一部でルフしている。しかし、古来、精神以上を意味した風天の語が風天としてそのような意味で使われるようになったのは1967年に現れた風天族、そして翌1968年に始まったテレビドラマ、男は辛いよに由来するものであり。 これに対して、バーテンの語はそこから30年以上遡る1930年には、すでに、バーテンダーの略として使われていたことが天気をもって、明らかになっている。つまりこの、バーテンイコールバー風天説は明らかに後付けの、俗説であって、根拠のない、都市伝説の類似を嫌ったためか、あるいは職業名、 肩書きを勝手に省略されることに対する反発によるものか、中にはバーテンと呼ばれることを心よく思わないバーテンダーも実際にいるという。日本の法律では一般に飲食物を提供する場合には食品衛生責任者の管理下で業務を行う必要があり、バーテンダーも同様である。日本バーテンダー協会では2種、日本ホテルバーメンズ協会では5種、 プロフェッショナルバーテンダーズ機構では一種の資格認定を行っている。ありがとうございます。